キアゲハは、蝶目ハチョ蝶科に分類される蝶の一種である。ユーラシア大陸と北米大陸に広く分布し、日本でも、波揚げハと共に、全国でよく見られるアゲハチョ蝶である。メディアを再生する、木アゲハの幼虫の動画成虫の全子蝶は 4cm から 6cm ほど。波揚げハとよく似ているが、キアゲハは、全子の付け根が黒ずんだ色彩で塗りつぶされたように、 なっていて、波上げ葉のような、島模様にはならない。また、羽の中ほどは、黒い線が細く、和明通りを食味が強いので区別できる。成虫は4月から10月頃まで、年に2回から4回ほど発生する。口述のように、海岸植物から高山植物までを含む、セリカ植物を食草とするため、生息地も幅広く、海岸から、市街地、農村、 産地、さらには、鉱山帯までと、いろいろな場所で見られる。優生中には独特の香りがあるが、成分としては、リナロール、ゲラニルアセトン、エヌドデカンなどが検出されている。幼虫の食草はセリ、ハマウド、シシウドなどのセリ科植物である。葉だけではなく、果樹や若い果実をも好んで食べて育つ。ニンジン、蜜葉、アシタバ、パセリなどの野菜も、 食草となるので、これらが栽培される畑でも幼虫が見られる。都会でも、家庭菜園でパセリなどを栽培すると、たちまち成虫が散乱していき、幼虫を見ることができる。稀に屋外で、木肌、みかん類などのみかん科植物に幼虫が発見されることがある。みかん科以外にもベニバナボロギク、ウスバサイシンミツバオーレン、魚流を食べる幼虫が、 自然状態で観察され、正常な成虫が浮かした例は知られており、木アげ派はアゲハチョウ過全体の植生の系統を研究する上での重要な鍵を持っていると考えられている。幼虫は3例までは、波揚げ派と同様に鳥の糞に似せた保護色をしているが、4例幼虫では白地に黄色と黒の反転模様の警戒色となる。 高齢幼虫ではさらに黄緑と黒の島模様に変化し、黒い島の部分には、大々色の斑点が乗る。冬は、さなぎで越冬する。冬型のさなぎは低、摂氏196度の低温にも耐えられる。ヨーロッパからアジア、北米北西部にかけて広く分布する。広い分布域の中で、いくつかの亜種に分かれていて、そのうち日本に分布するのは、亜種、PM ヒパクリティスとされる。 また、研究者によってはそれらの足を別種とすることもあり、この場合日本産は P ヒパクリティスとなる。なお北、アメリカにはよく似た、アメリカキアゲハが分布している。英語では、この2種を区別するため、キアゲハをオールドワールドスワローテールと呼ぶ。ありがとうございます。